恋とプロデューサー、どうも平成ヒッピーです。いや最近ね、私彼女ができたんですけど、まあ、やっぱりね、彼女を満足させるためには女心を知らないといけないということで、このなんかイケメンとなんかをするゲームをやって、女心を学んでいきたいと思います。タッチトゥースタート。見つけたよポテチ姫。なんだポテチ姫って。食べてみなよ、この綿あめすっごく美味しいよ。何の話をしてんだ。怖がらないで大丈夫、君は俺が守るよ。見つけたよ食べてみなよ。いやいやいや、エンドレス。すっごく美味しい。ああなんかダウンロードしてんのか。始まった。初夏の昼下がり、天気雨が途端に生い茂る草花を濡らし、郊外の大通りはやす、おい早いよ、なんか事故りそうになったのね。しかし予期せぬような衝突は予期して、少女は温かい胸に抱きかかれていた。恐ろ恐ろ目を開けると、雨粒が空中で静止し、日の光を受けてきらめいている。自分を抱きかかえる少年の輪郭に柔らかな光が影を落とす。あなたは誰？俺は少女なんだな。うん、俺はっていうか私。最近いつも5歳の頃にあった交通事故の夢を見る。ああ、昔の話だったのか。17年経った今でもあの時の光景がはっきりと脳裏に焼き付いている。ということは今は23歳か。私は、あの時私を助けてくれた男の子は誰だったんだろう。物思いにふけっていると電話の音でふと我に返った。はい、もしもし、アンナさん、落ち着いてゆっくり話してください。なんですって、ファーレイが出資を引き上げる。なんだ私はだ、なんだこれは。慌てて身支度をして家を飛び出し、ファーレイグループに急いだ。私は今年22歳、あ、22歳だった。小さな映像会社の社長で、お、社長なのか私。主力番組のプロデューサーも務めている。お、めちゃめちゃ大物だ。会社は今のところ昔からの看板番組のおかげでなんとかやっていけてる。先日我が社の唯一の出資会社が巨大金融グループのファーレイに買収された。ファーレイに出資を引き上げられたら我が社は倒産するしかない。ファーレイグループ CEO 執務室前。ダメだと言ったらダメだ、 CEO は多忙なんです、お引き取り願います。出資引き上げという重大なことですから、直接 CEO にお会いして確認したいんです。弊社が制作している奇跡発見、奇跡発見は視聴率もずっと安定していますし、安定して視聴率なんでしょう。この科学全盛の現代に未だに超能力番組など、超能力の番組をなんかプロデュースしてんのか。時代の変化も顧みず、まだこんな時代遅れの番組を作っているのですから、出資を引き上げられても当然ですね。まあそうね。 CEO 補佐は電話を手にした。受付が、今後はむやみに CEO の執務室に人を通すんじゃない。でももう何もありません。こんな会社にずっと出資していたから、元の出資会社はうちに買収されたのではないですか。しかしちょうどいい、今すぐ出資引き上げの協議書にサインしなさい。無駄足にならずに済みますよ。協議書にサインすれば奇跡発見の最終回の資金援助を約束します。さあ早くサインを。サインしなければこの資金援助の話はないものと思ってください。あ、選択肢出てきた。ここはまあサインしないでしょうね。サインはしません。申し訳ないが君は拒否できる立場にない。 CEO 補佐は協議書を私の目の前に置いた。それとも最終回を制作せずに番組を終わらせますか。やむなく協議書にサインをするほかなく、私は力なくペンを取った。結局するんかい。あ、名前か。よし、これでいこう。会社は本当にダメなの。1の1をタップして次へ。あー、なんかミッションみたいなのがあんのかな。電話だ。なんだ、かけるのか。アンナ、もしもし社長、どうして今朝私の話が終わる前に電話を切っちゃったんですか。あー、全然イケメンが出てこないな。ちょっと飛ばしていこう。その時近くで上がった黄色い声にふと声や顔を上げた。キャー、ほら見てあそこ、私の大方面の王子様、スーパーアイドルキラよ。一目見たら恋に落ちるって噂本当かな。全くあんたたち追っかけの考えることは分かんないわ。
やっとイケメン出てくるな。お、イケメンだ。少女たちの視線をたどると、ビルの巨大スクリーンにライブ映像でアイドルのキラが映っていた。輝くような魅力を振りまく彼に、道行く少女たちは胸をときめかせていた。はあ、なんてか、ちょっと彼私を見たのよ。ああ、なんかアイドルなんだ。この光景を見た瞬間、私は素晴らしい計画を思いついた。アンナさん、いいこと思いつきました。番組にテコ入れするにはいろんな方法があるって言ってましたよね。最終回の資金、あの超人気アイドルにかけてみるのはどうでしょうか。あ、終わりかけの番組に人気アイドルを出して視聴率を稼ごうっていう手か。なんだ、なんかを獲得したぞ。いや、なんか思ってたの違うぞ。イケメンがほとんど出てこないじゃないか。早くイケメンを出せ。エキスパートを一人獲得しました。なんだあれ、出てきた。なんかコンビニみたいなとこであのアイドルに会ってる。もしかしてキ・ムグ。それは先ほど巨大スクリーンで見たばかりのアイドルキラだった。彼はさっと手を伸ばして私の口を塞ぎ、キョロキョロと周囲を見渡している。おい、きなり口を塞いでくるな。初対面の人のセクハラだぞ。目が笑っているところを見ると別に怒ってはいないようだ。人に見つかっちゃうから。あ、ボイス入ってる。君はポテチが好きなの？なんかね、いろいろあってね、路地裏でスーパーアイドルのキラ君とポテチを一緒に食べてます。君はポテチが好きなの？好き。うん、特にこの味が一番好き。わかった、覚えておくよ。キラは私の瞳を見つめて微笑んだ。彼はアイドルで笑顔で人を夢中にさせるのが仕事なのは分かってる。それでも彼に見つめられることで早まる行動を抑えることはできなかった。おい社長、惚れるなアイドルに。そろそろ戻らなきゃ。今度は俺の大好きなお菓子君にもあげるね。え、あ、待ってキラ。彼はくるりと身を翻し駆け寄ってきた。ごめんなさい、慌てててつい。気持ちを落ち着かせ名刺を取り出した。あの、実は私ヒピコ映像制作会社のプロデューサーをしているの。それであなたに奇跡発見の最終回にどうしても出演してもらいたくて。奇跡発見はもう最終回なの？小さい頃は毎日テレビの前で放送を楽しみに待ってたな。あ、結構昔からやってる番組なんだ。うん、出資が引き上げられて、だから最後にたくさんの人にこの番組を見てもらいたいんだ。あなたのファンの子たちはあなたにみんなを虜にする超能力があるに違いないって言ってる。あ、そうか、超能力の番組だったね。このテーマで奇跡発見を制作したら大勢の人に見てもらえるんじゃないかと思って。そっか、俺も超能力者として奇跡発見に出演できるのか。いや、ほとんど詐欺だけどね。絶対超能力じゃないぞそれは。俺は番組で何をすればいいの？みんなの目を見つめて俺に恋しろって念じるとか。いや、番組の毛色が変わりすぎだろそれは。うん、そうだな、歌うとか演技してもらうとか。ただの歌番組じゃんそれ。それとも歌ったり演技をしている時の心情について語ってもらうのがいいかな。あなたの作品がどうやって作られているのか、みんなを虜にする超能力がどうやって生まれるのかを視聴者に知ってもらって。私が番組のコンセプトを語っているとキラー黙り込んでしまった。どうしたの？こういう取り上げられ方は嫌かな。もちろん番組の内容は一緒に相談して決めるけど。折れてるよ。今からマネージャーを探そう。本当に？ふとさっきのマネージャーの返事を思い出した。あ、でも実はさっき BS エンターテインメントでマネージャーさんに断られたばっかりで。すっかりやる気になっていたキラはその言葉を聞くと表情を曇らせた。そっか、この番組本当に出演したかったんだけど、俺は自分の道を自分で決められないんだ。大スターでも自分ではどうにもならないことがある。キラの辛そうな顔を見ていると私の胸も締め付けられるようだった。うん、でも大丈夫、最終回全力で作るから。あなたも見てくれる？もう訳がわからん。ん？番組に出てほしいってお願いしたけど、制作なんか上の人に断られたから結局お願いできないみたいな。じゃあ最初から言うなよ。嫌いだこういう勢いだけで喋って、なんかもう整合性が取れてない女は嫌いだ。たけし、誰だたけしって。なんでたけしを獲得したんだ。キラと別れるとちょうど雨が降り始めた。太陽が雲から顔を出したままのお天気雨。
いいな、天気の話はいいな、飛ばしていこう。お、事故りかけたよ。お、なんでだ、なんで急に、なんで急にイケメンに抱かれてるんだ。あなたは誰？夢と現実が重なる一瞬、5歳のあの時に戻った気がした。私がそう問いかけると彼はこちらに顔を向けた。2人の視線が絡まり合う。イボルボ、なんだそれは。何も知らないのか。だが能力はもう覚醒し始めているな。あなたは誰なの？知る必要はない。今言ったことは聞かなかったことにしてくれ。一方的にわけのわからない質問をしておいて聞かなかったことにしろだなんて。とにかく助けてくれてありがとう。気をつけるんだな。いつも誰かが助けてくれるとは限らない。誰だったんだろう。まさか今のは夢？いや夢ではないだろさすがに。ああ、なんかメッセージが来たよ。携帯をタップして開いてみましょう。あ、キラからメッセージだ。いつの間に連絡先を交換したんだ。 AR カードを送ってくれてありがとう。なんだ AR カードって。今の気持ちは返信しましょう。選択肢によって好感度の上がり幅には影響しません。あ、さっきポテチについてた、ポテチのおまけについてたカードをキラにあげたから、それでありがとうってメッセージが来たのか。これ好きでしょって置くとこ。君のおかげで俺のスーパーヒーロー戦隊ももうすぐ揃うぞ。ああ、なるほど。キラは大人気スーパーアイドルだけど、なんか子供っぽい趣味を持っているところが女性心をくすぐるんだな。なるほどなるほど。お礼に今度俺の大好きなジュースをご馳走するね。時間があるときに連絡して、ああなるほど。こうやってストーリーを進めていって、メッセージのやり取りとかをして好感度を上げていって、なんかイベントが発生するみたいなゲームなのか。大体わかった。お、イケメンが出てきた。新しいイケメンだ。ドアをノックしようとしたとき、実験室のドアが開いて若い学者が出てきた。あの、シモン教授にお会いしたいんですが。多分この人がシモン教授なんだろうな。おや、シモンに何かご用ですか？私はヒピコ映像会社のプロデューサーをしているものです。これ名刺です。奇跡発見ですか。その番組は知ってますよ。どうしてシモンをゲストに招こうと思ったんです？ジャン教授の推薦で。誰だジャン教授って。もう話を飛ばしてるからもう分かんないぞ。最近放送されたものは何度か見てますけど、テーマの選択にちょっと問題がありますね。あ、すごいダメ出しされてる。この若い学者はシモン教授に取り継いでくれないばかりか、番組にケチをつけようとしているようだ。いや、ケチはつけてないよね。でもテーマが悪いんじゃないかなっていう、なんかどちらかというとアドバイスだと思うけどな。腹立たしさをずっとぐっとこらえた。腹立つな。そこで貴重な意見として取り入れろ。だからお前の番組は終わるんだ。ご意見ありがとうございます。私たちの番組に少し偏見を持っている。偏見じゃないだろそれは。シモン教授の電話番号はジャン教授に聞いていますから、やはり自分で直接連絡してみます。あ、やっぱりこの人がシモンだった。うん、このなんか科学者のシモン教授に番組に出てほしいっていう依頼をしに来たのね。シモンが黒板に歩み寄り、私と彼との距離がぐっと縮まった。君は超能力をどう思っていますか？超能力を信じている、超能力を信じていない。まあここは信じているにしとこう。番組を作ってるものとしては、この世には本当に超能力が存在するかもしれないと思っています。あ、なんだなんだ。シモンは私の耳元でそっとささやいた。おかしいだろうこいつ、やばいやつだぞこいつ。直感を信じなさい。ああ、聞かれたくなかったからあんな風に喋ってたのか。おかしいだろう。この部屋には私たち2人しかいませんけど。見えないからといって存在していないとは限りません。暗闇に危機が潜んでいるのと同じです。ああすごい、こいつ口が達者だ。詐欺師だなこいつ。うわあ、ガチャが出てきた。結局これもガチャゲーかよ。あ、もう番組の放送当日になったよ。奇跡発見の件だね。
もう関係各所には連絡したのかな。いや、電話切るマークがあるってことはこれスマホの画面ってことでしょ。どんな待ち受けにしてるんだ。あ、番組がまあまあ成功したからシモンから、まあ、お祝いの言葉的な電話が来たわけね。リクエストしてもいいかな。お、シモンがなんか要求してきたよ。じゃあ今週末の君の時間を僕にくれないか。あ、なんかデートに誘ってる。それってデートってこと？具体的に言うと土曜日。なんかデートに誘われたよ。いやか、科学者といえどもオフは普通の人と何ら変わりはないよ。こんなゲームをしても女心は何も学べねえ。チャンネル登録よろしくにゃん。